崎スポーツ新潟磐梯店の菅井と申します。ブーツの正しい履き方を説明させていただきたいと思います。まずはじめにこのコアタイプのブーツの場合ですね、巻き取り機能がついているホイラーシステム、最初緩めるときにレースを引き出していただいて、この状態でダイヤルをロックします。こうすることで端の部分が開き、足入れしやすくなります。ではインナーの方も緩めて足入れしていきたいと思います。はい、足を入れましたらかかと側にしっかりと叩き落としていただいて、かかとを合わせます。インナーを締め上げるときにも、このインナーの端の部分、これが体にしっかりと密着している状態で締め上げる必要があります。片手で端をしっかりと押さえ、もう片方の手でレースを引っ張っていきます。アウターの部分に関しても、この端の部分が体に密着しているような状態で締め上げます。この時に端をしっかりと押し込んで押さえた状態でダイヤルを締めていきましょう。ある程度まで締めたら、立ち上がり足首に圧をかけ、レースの馴染みを出します。これを2回から3回繰り返すことで、より均等にしっかりと締め上げが可能となります。別の動画でブーツの選び方も紹介してますので、ぜひそちらもご覧ください。ブーツ選びで重要になってくるのがサイズになってきます。サイズをしっかりと採寸した上でブーツのサイズを決めるっていうのが必要になってきますので、ぜひ店頭で採寸して間違いのないブーツを選びましょう。紫スポーツの店頭では採寸の方を行っておりますので、ぜひご来店いただいて確認の方をお願いいたします。